はいどうもこんにちは、みんな大好きゆらさまですというわけですね、本日はですね、私これゆらさま、はい、ARVIX のねインストラクターのライセンスを持ってるんですけども、これを取るときにお世話になった、先生と対談をしようかなと、久々にね先生から連絡が来まして、ちょっとお仕事でお話がありますとか、当時の話も振り返ったりしながらちょっとその辺の話を皆さんにお届けしようかなと思います。よろしくどうぞ。というわけで来ていただきました、秋里先生です。いきなり噛みました。いや先生だからあのエアロビクスを教えていただいた、はい、そうですね、はい、もうあれ何年前になりましたか。もうだから、2013年とかだったんですよ。ここに飾ってある、そう2013年、はい、6月だ、もうん8年前8年です。全然変わらない。いや先生も全然変わらずで、いや嬉しいです、ありがとうございます。その自分でもよくいろんなところに言ってるんですけど、ちょっと特殊だったんじゃないかなと自分で思ってて、大体やっぱ、ね、要はそのインストラクターのライセンスを取るための、ね、そうそうそうレッスンを受けて、エアロビクスやったことないのに、普通やっぱ多分やった人が、あ教える側になってまず現れた瞬間に、この人は違うなと、絶対違うなって思ったのに。養成の見学にみたいな、エアロビクスって知ってますかみたいな、なんか間違えちゃってんのかなっていう風にすごい心配になった思い出はめちゃくちゃあります。いや、うん、僕も心配でした。まあある程度ほらなんか筋肉隆々な感じの人が来るから、はい、まあそうですよね。あれ、それ金髪みたいな。エアロビクスっていうのとは全くかけ離れてる感じなので。大丈夫かなって思いました。まあ、そもそもやっぱ男の人自体があんまり、女性9割男性1割ですよね。そう、まあ、1割も、まあ、ここでぶち上げるとちょっとなんかオタクっぽい感じが言っていいですか、うん、やってますもんね。やってます、やってます、ね、もう20年20年やってるんですよ。20年やってきた結果、うんうんうん、女性9割男性1割ぐらいなっていう、そう、そう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 、逆に言いました、エアロビクスやったことないんですけどっていう人結構男性に多い。あ、おるんや、男性に多いんや。一人サラリーマンの人で、なんかジムに通っていて、はい、外から見てて、うんうん、かっこいいなと思って、うん、来ましたって言われて、みたいな、それだけの理由でみたいな。なのであの基本的なステップ、うんうん、マンボとか V ステップとか、ね、多分知ってると思う。いや、それも本当いろいろ言いたいですけど、でそうですよ。だから最初から僕わけ分からなかったですもん。レープバインって何の食べ物ですかみたいな。じゃあまずはこのステップタッチ、ステップタッチってなんだって。しかも先生多分ステップタッチは書かないですよ。そうそう、ST とか何これと思って。グレーパイン GV って書いてあります、はい、みんな丸出たなんか普通に見てやべーと思って。そうそう、だから過去3人ぐらいかな、全く知らないで来た人ですね。20年のうち、実はその3人ですね、はい、1人僕入ってる。いやもう光栄ですよ。そうそうそう、いやぶっちぎりで違和感ありました。いやもう光栄ですよ。ね、中級編とかね、なんか DVD とかもね出されて、絶対先生は見たらダメだって怒られるやつです。今楽しみだなと思って。絶対これあげないですから、あげないですから。え、買えばいいんですか。ダメですよ。いや、でもやっぱりだから毎回緊張してましたね、正直。そうなん、はい、今日はまたどんなわからないこと言われるんだろうっていう。まあわからないことしかやらない。毎回なんか僕覚えてるのが、行く前にあのレッドブルを1回飲んでから行くっていうのも。そんな翼を授けるんだよ。いや本当にもうそんな覚悟を持ってきてた、はい、毎回もう知らなかったです。知らなかった。緊張で。でも怖くなかったでしょ。怖くなかった、全然。そうそうそう、むしろ僕の記憶では、うん、には多分やっぱり僕が多分一番できないんで、なんかそれを面白おかしくいじってくれてたっていう印象があるんで、はい、むしろ僕助かりました。あ、いじられ、ね、おいしくしてもらってよかったと思って20年やってると何人ぐらいになるんですか、うん、今ね、延べ800人すごいですね。そう、だからちょっと分からなくなってきたね、うん、名前とか。でよっぽどインパクトがある人は覚えてるんだけど。覚えてます。どんなでした僕。いや、まあ不慣れな感じではちょっと動きに関しては、うんうん、まあ仕方ないかって感じで卒業させたっていう意味ではもうこれはだってね、バキバキの例えば競技エアロビクスみたいに、はい、あんな感じでやっていこうって仕上げるとなったら、うんうん、それは 2,3 年時間がかかるなと、うんうん、なんかグレープバインがすごいひどかったのを覚えてお尻からいっちゃうんですよ。
あでも、あでもその癖あるかも。駐車場面だよって言ってるけど、こうやって、こういうダンスみたいな。でもその癖あるかも。はい、行く？多分変わってないですよ、僕。スキーだ。スキーだ。多分変わってないですよ、うん、僕。でもすごい真面目だった。いや一生懸命やります。なんだろうな、こう先入観だけど、はい、なんかさ金髪で、はい、まあ、そうですよね。なんかバンドやってますとか言って、えと思って、まあ、なんかこう不真面目なのかなっていう、一見チャラいのかなっていうね、こう先入観があったんだけど。はい、いやもう真逆でめちゃくちゃ礼儀正しくてちゃんときちんとやってくれる、ほんとすごいなっていうのはありました。毎回宿題出されるんでね。そう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 、嫌でしたね。そうなりました。すごいね、こんなね DVD までだからダメですよ。エアロビクスの DVD まで出されてるとは思いませんね。僕ちょっと思うのが、まあ当時そのアファ、うん、はい、今は JWI 変わったじゃないですか、うん、結構これを貢献してんじゃないのっていうのを勝手に自分で思ってるんですけど。だいぶ貢献してる。変な言い方ですけど、うんうん、まあ、いろんなエアロビクスの先生いらっしゃると思うんですけど、うんうん、多分僕お客さん集めれる方だと思うんですよ、ね、集客できてますね。なんかこれ恩恵受けれないものなんですかね。ちょっと毎月のなんかお金とか払うのはちょっと嫌だな。総裁に、はい、総裁どころじゃないよ ね僕的にはちょっと思ってるんですよ。うん、それを一回先生に相談しようと思ったんですけど、はいはい、先生もうそこやめてたんですよ。なぜまあやめたかっていうと、まあ、そこは教会に属してたので、自分でも新しく教会を立ち上げたいと思った時にその教会に属すことはもうちょっとできなくなっちゃう、うん、なので、まあ、やめさせてもらって、でも私のねお兄ちゃん、長男が障害も持って生まれてるので、うん、障害児のための何かをやりたいなってずっと思ってて、障害児とフィットネスを掛け合わせて、パラリンピックスっていうので、うん、今造語で作って、それパラリンピックにかけてます。そうそうそう、はい、なのでそうパラリンピックスっていうのを立ち上げて協会にしたので、まあ、JWI の方は1回、うんうん、でも今それで今ありがたいことに JWI の方からも一緒にコラボしてやりませんかっていう、うん、お誘いもあったりとかして、でね、まあ、なんで7年ぶり一回このスペース Q をここ作る時も一回先生に相談を持っておられました、うんうん、はいはい、はい、ね、そうだよね。それで一回会って、その後久々に、そうですね、じゃあ3年ぶりぐらいに会ったのかな、はい、ね、なんかあのちょっとお願いしたいことがありまして、うん、そう、今ねパラリンピクスっていう体操があるんだけども、うん、音なしでやってるから、うん、どうせだったらオリジナルのものでなんかできたらいいなっていうのがあって、歌歌ってくれる人みたいな、歌ね、びっくりしましたよ、僕は。歌と思って。そっちみたいな、うん、じゃあ、踊りの方でお任せする。でも、そう、最初思ったんですよ、なんか、うん、踊りの依頼がたまに来ることあるんですよ、振り付けつけてくださいとか。ほう、うん、先生が僕に振り付け選んですること、まずないのよ。だって先生がやればいいんですから。確かに、はい、まあ、何の用事だろうみたいな、だろうと思って。かといって、まあ、あと頼まれるとしたら、うん、ドラムを叩くっていうのもありますけど、うんうん、ドラムは必要ないだろうって、まあ、先生の活動見てたら、なんか、詩を募集しますって、作詩を、ね、多分一般の方に募集されてるのを見て、ははこれは作曲の依頼が来るなと思って、まあまあ、作曲の依頼がなくはないんで、じゃあ、まあ、そういう気持ちかな、あれかなと思って、曲を作る人はいますと。なんだろうまさかほんまに振り付けってあるかなと。何言われるかビクビクしてた、はい、何を歌って思って歌の依頼ってまあないっすね。あの、うん、そんなあれですよ、先生の期待に応えれるような歌唱力はめちゃくちゃ期待してますよ。
もうこれパラリンピックスもう全てかかってますんでお願いします。しかしそうなんだ、はい、何の依頼だろうってでも、なんていうの、そのプロジェクトのことだろうなって何とかあったんで、そのプロジェクトの話も、前もって調べてましたけど、話も改めて伺って、自分のやりたい活動の中で、こうなんか家族で楽しめるような、子ども向きの何かをやりたいなっていうのはずっとあって、そういうことも言ってるんですけども、そういう方向に自分のやりたいことと大きく違わないなっていうのがあったんで、むしろ。ぜひ何か関わらせてもらいたいなって思うので、いやびっくりしました。そういうふうに思ってたってことを知らずに依頼して、そういうふうに思って子供とかに関わる仕事をしていた。え、そうだったのみたいな。はい、やりたいんですよ。子供たちのドラムを教えたりとか、ちょっと仕事の話持ってきやすいって思いながら、はい、だからすごい嬉しいです。なんかそれに一緒になんかやらせてもらって、ぜひMV を作らせてくださいっていう話を。わかりましたよ。これはでもね、ちょっといろいろね、話が広がっちゃうんで、ちょっとまた、いろいろ、そうですね、ありそれ合わせないとダメなんですけども。でも、もうその方向でも妄想は、もううちのパラリングループはその妄想で頭がいっぱいになっちゃってて、キャーって言って、もう勝手にキャーって言ってますから。その動画が上がって。すごい楽しみ、本当楽しみ。どんな感じになるとすごい楽しい。曲ありきですけどね。曲はね、これもちょっと楽しみに。曲ね、なんか、うちの身内にね、曲は作ってますけど、隣の部屋から、ガチョン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 とか、完全にそれじゃないですか。ガチョンみたいな、そういう系統と思って、それに合わせて歌うとか、詩をね、募集した時にも、パラリンピックス音頭的な感じで、っていうふうに言ったら、詩がね、あんまりね、パラリンピックス音頭っぽくないのが結構きてて、だから、温度を外してもいいかなって思ったら、もうね、作曲家のじいじ様にもなんか調子になってて、うち温度っぽい感じで、そこから離れられないかなと思って、そこはね、もう先生のイメージで進めてもらえたらと思うんで、編曲とかもあったりします。曲とか入ってもらって、ああ、全然、僕でやれる範囲であればやりますし、これはないだろうみたいな、先生のないだろうとかないです、ね、先生の思い描く完成形に近づけたらいいなって。そうですね、いつぐらい目標とかつまり言えたりするものですか。夏本当はね、だからほらオリンピックがあればそこら辺に当てて、裏パラリンピックぐらい、いいじゃないですか。裏パラ感じいいじゃないですか。そこら辺にちょっと当てて、行きたいなっていうふうに動いています。ちょっと進めていきましょう。はい、よろしくお願いします。というわけで、またじゃあ、きっと先生に出てもらうこともあるかと思いますので、先生お邪魔します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あと、なんか言っておきたいこと。先生が、先生が言ってたと説得力あるんですけども、いつまでも綺麗でいられる方法、説得力ありますよ先生言うと。あのね、これ言ったらね、これはね、本当ね、全部カットだね。本当にあのね、元々綺麗だから僕も大体同じこと言いますね。何の努力もしないから、見てこれ、ガサガサ、リップの一つも持ってないですから、私、唇、縦にガサガサにこれ割れてるんですよ、これ、カットかな。